行こう。いざ。そういえば、もうずいぶん長いこと八重堂に行ってないよな。何かを。おいおい、別に難しい話じゃないだろ。でも来週は試験が控えてるし、次こそは合格し。試験が何だってんだよ。いいか、モラで解決。何の話をしてるんだ。なんかにぎやん。お前たち真夜中に話してたち、こどうやら本当に知らないみたいだな。願い事が叶う。おう、そうだな。ああ、もちろん俺も最初は信じてなかった。俺の知り合いに国彦ってやつがいてな、こいつは毎日で、あいつを問いただしてみたんだ。するともちろん朝起きた瞬間に大量のモラがあるなんて、それを信じる信じないにせよ別に難しいよ。なんなら他の人にも聞いてみたらいい。ここ本当か。じゃあ、だってそんないいおまじないがあるなら、もらし。こうしてみると本当にこのおまじないについて話し、か、輝きたまえ、さずけたまえ、我の。違う違う、我の願いを聞きたまえじゃなくて、わ。お前ら何やってるんだ。うわ、びっくりした。ハーモ呪文。お、もしかしてお前。正確に言うと試してるのは純吉だけだ。ここ最近もちろん僕は信じてないが、純吉は昔から。しげるさん、頼むからもう少し協力的に。綺麗になりたい人、お金持ちになりたい人、学業でいい成績を収めたい人、このおまじないで。それに今回はきっとうまくいくと僕の直感がそう言ってるんだ。でもこの間も鳴上大社へおみくじを引きに行った時、あら、神社のご利益は現れるまでに時間がかかる。正直今の君に必要なのは一。それが今やどうだ。おい、そのおまじないって。ああ、神聖探偵筆記っていう娯楽書。いや、この本は自費出版されたものだ。同じ作家として物語自体の評価には触れないけど。純吉、確かにみんなこのおまじないには効果があると言ってるが、僕は他にもいろんな噂を聞いたぞ。この方法で願い。そんなのきっとあまりの出来事に感極まって発狂しただ。話を聞い。あ、鳴上大社。娯楽小説や怪談話ならきっと巫女の。おうや、わっぱではないか。ちょうどよいところに来た。ほう、わらわに聞きたいこと。実はさっきって別に大したことではない。八重宮司様、大したことないだなんて。まあ本当に大したことではないのじゃが、なん。お二方は宮司様と交友のある方とお見受けします。申し遅れました。私は加藤陽平というものです。しかし
剣の道には向いていた。だそれ以降、兄はまるで人が変わったかのように様子がおかしくなりました。医者にも見て邪気などそう滅多にあるものではない。何時のわらわの見立てではそのまま何日か。いえ宮司様、それは違います。その目で直接見、はあ、分かった分かった。では聞くが、何時の兄はいつど、確か5日ほど前です。5日前か。ですので兄がおかしくなってからもうだいぶ日が経っています。私と兄の最大の願いはいつか土門さんのような立派な流派を作ることです。まあ待て、ランジは兄を助けたいのか、それとも夢を叶えて流派を。それは。最近何かおかしな噂を聞いたことはないか。噂を。そうか、それは残念じゃな。宮司様、話をすり替えようとするのはおやめください。兄の犬ミコ、この人声が震えてるし、お兄さんの方も深刻そうだぞ。手伝ってやれ。はあ、そうじゃな。ならばこうしよう。ミコ、手伝ってやるんだな。その加藤なんとか兵とやら、実はこの二人の客人はわらわと窮地の中でな。本当ですか。なんじゃその疑うような言い方は。助けを求められたからふさわしい人物を紹介してやったと。え、信じます。宮司様がそうおっしゃるのでしたらもちろん信じますとも。お二方とも感謝いたします。私。おい、何考えてんだよミコ。問題はない。じゃあお払うなぞ。塩をひとつまみしてから適当に。娯楽小説でもよくあるじゃろ。大事なのは勢いじゃと。物語の主人公がそう言えば。じゃがあの者のことを心配しておるのは何時らじゃろ。それをわらわに押し付けようとする。それに何時らが鳴神大社を訪れたのは。わ、いや、なんだか釈然。さあさあ早く行くんじゃ。わかった。じゃあ傭兵のお兄さん、一体どうしたんだろうな。ミコが何を考えてるのかわからないけど、なんか傭兵。おまじないのことを聞くのは後にしよう。まずは人助けだ。それが終わってからまた聞いてみようぜ。これはどういうことでしょう。瞑想。はい、土門の弟子に勝った後いきなりそのような日刊が出。今はそんなことを言っている場合では。ふむ、それは確かに問題じゃな。もし何時の兄。加藤なんとか兵よ、こうなっては仕方あるまい。まずは何時。あ、わかりました。すぐに行ってまいります。ミコ、オイラたちはどうすればいい。構わぬ、この時間を利用して。借金の取り立てですか。それでしたら傭兵が弟子を取っ。借金の取り立て。でも弟子を取ったらってことは。細々。ああ、そうなるのも当然のことかと。え、でも傭兵はお兄さんが剣術家になりたくて。ええ、確かにそんなこともありました。慎吾があまりにもしつこいから土門が一度弟子。それを見かねた土門は慎吾を破門にしたのです。ただ慎吾は。え、なんでそ。実に面白い。その当事者である弟は
悔しい思いを。傭兵がそう言ったのですか？鍛錬を重ねるなど全くもって嘘です。毎日ゴロ。しかし傭兵は確かに慎吾が試合に勝ったと言っていたような気もします。私はそれを真に受けなかったので真偽は定かではありませんが。そうだ、彼女だったのか。俺がずっと待っていたのは彼女だったのか。こんにちは。加藤兄弟についてね。ん？ああ、慎吾と傭兵。そうそう、その慎吾がこの前土門の愛弟子を倒したって聞き本当だよ。彼らは自分たちの。そういうわけじゃないんだけど。その、ああ、それなら俺が適任だ。最初名教師水流に挑むなんて聞いた時は冗談かと思ったよ。あの剣はまるで流れる水のように滑らかで、それでありながら豪快だった。慎吾ってそんなに強いのか。ああ、試合に勝った後、素晴らしい剣術だ。こんなにすがす他には何かないか。慎吾の性格が昔と比べ大きく変わった。前よりも勤勉になったかな。昔は一日中横になって、それに昨日村長のために木の伐採を手伝っているのを見た。三人が。おお、ほう、それはすごい。だがこの間妙なことがあったんだ。宮司様、それにお二方とも兄を見つけました。もっと面白い話を聞きたかったのじゃが、見つかった。風の流れる方へ。皆さん、あそこを見てください。滝のところにいるのが私の兄です。あれが傭兵のお兄さんか。お、なんかブツブツ。寒い、もう無理だ。さあ感じるんだ、この門派を設立するだと。実に浅はかなり男。もう勘弁してください。お願い、もうダメです。このままでは死んでしまいます。傭兵、助けて。おい、聞いたか。よくわからないけど。ん、何やつ。助けてください。どうするんだよ、ミコ。早く何か方法を。おやおや、なんとも。傭兵、ランジの兄はもう虫の息。そんなの。わらわの目には、慎吾はランジに大きな恨みを。知りません、私は何も知りません。知らぬじゃとな。傭兵、よう考えて話すことじゃ。これは生死にか。それは最も身近なものの様子がかようにおかしくなれば。じゃがわらわに助けを求めに来たのは、ことが起きて5日も経った後。私は。そうか、本当のことを口にし。じゃが慎吾が死した後は、汝の、たとえ地の果てまで逃げようとも
あやつは何時の葉は話します。何でも言います。そうです、最近巷で流行っている、それで私と兄は本に書いてあった通り陣を書き、真夜中に裸足でその兄は剣術家になることを願い、これまでの、それは兄が元に戻れば、しかしそれでは我々の流派を立ち上げるという計画が頓挫してしまいます。じゃあなんで鳴神大社に行ったん。兄があのような状態では何か触れては、でも宮司様であれば剣の才を残したまま、たわけが、それで丸く収まるとでも思うたか。そんなものは愚かな妄想に過ぎぬ。あやつが見せた剣は、はい、申し訳ございませんでした。もうよい。さてここからは何時の出番じゃ。わっぱよ、塩をまいて剣を抜くがよい。よく見るんじゃ、あれこそが何時らのおびき寄せたもの。慎吾の意識はもうないぞ。あ、気絶したぞ。どうもせぬ。わっぱ、やつと戦ってくるんじゃ。うん、貴様もいざ尋常に勝負せる。来たぞ、気をつけろ。岩山八九、天道万象、風の行く先をもみ違う、散らまく、見切りました。稲光、すなわち永遠なり。やっ、せっ、そっ、ふっ、さっ、この日の勝ちだ。いい、いいぞ、実に素晴らしい。こんなにも痛快なのは久方ぶりであった。消えた。なんか満足したみたいだった。ぐーい、おいらもうわけがわからない。し、この件については後で話す。兄さん、もう大丈夫なのか。傭兵、なんだか俺は夢を見ていたよ。夢の中で俺は剣術が上達し、これでやっと道場が開けると思った矢先、体が思うように動かなくなった。自分の体を取り戻そうにも何もできず、恐怖で。兄さん、やっぱり願い事を叶えるために。その通りじゃ。わらわたちが手を貸していなければ何時は命を失った。宮司様、本当にありがとうございました。もうよい、兄を連れ帰り休ませてやれ。な、これから高熱が出るじゃろうが命に支障はない。いいか、これはだ、横島の方法で自らに属さぬ力を手に入れようとすれば、どのような結末が待っ。はい、承知しております。もうありがとうございました、宮司様。それに、では先に失礼します。兄さん。巫女、もしオイラたちが放ってたら、そんな深刻なことなのに、なんで助け。もちろん犬、このくらい脅しておかねば、怠け者のあやつらは返し。じゃあ、あいつの体にと。これまでの経験で、何時らもあれに取り付いていたのがどんな霊か、分かっておるじゃろ。あ、オイラ分かった。そうじゃ。慎吾の体に取り付いてはおったが、悪意は。なんだ、そうだったのか。わらわたちが塩をまいたことで、一時的に慎吾の体からやつ。たとえわらわたちが放っておいたとしても、少しすれば慎吾の体は。ただそれじゃと、慎吾と傭兵はもう少し苦しむことになっておったがの。ふぅ、何はともあれ。さあ
これで一件落着じゃ。ちょっと待てミコ、一件落着って。そうではないのか。ふむ、あやつらが使ったまじないの書かれた。実は今日そのことについて聞きたくて。お前のと人間はわらわたちあやかしのように法力があるわけでは。大事なところはそこじゃなくて、それに残念じゃが人間の力には限界がある。例えばだったらその本は誰が。お前はどう思う。そうだよな、傭兵と信吾は無事だ。八重様、ここにいたのですね。黒田、どうしてここへ。今月の八重堂の売り上げを報告しに参りました。どれどれ。何、売り上げ1位の座。はい、総合売り上げ、読者が選ぶ、すべてあの新生探偵筆記に負けてしまいました。わっぱよ、こっちへ来い。どうしたんだそんな顔して。新生探偵筆記の人気が全体的に八重堂の小説を超えておる。そんなこととは何じゃ。わらわが苦労し押してきた。何か対策を考えねばならぬ。何じらも手伝え。なんで急にオイラたちに。パイモン、何時はさっきこの本は誰が書き、そして稲妻の人々の安否に関わることは何時らにとっても大事。すごく筋は通ってるけど、なんだこの違和感。気のせいじゃ、何も間違ってなどおらぬ。とにかく戦、わらわは先に戻って準備をする。八重堂の前で落ち合おうぞ。ふむ、当ててみるがよい。解決の糸口は八重堂と関係しておる。あ、わかった。八重堂の名前と巫女の影響力。ほう、まさかこんなにも早く。ハズレを言うとはの。新生探偵筆記は今や稲妻で最も流行しておる娯楽小説。どうして忠告しても結局は好奇心が勝り試す輩が増える。それじゃあダメだな。はあ、一冊の娯楽小説のためにそのような騒ぎを起こせば人や資源。だったらもう方法なんてないんじゃないか。いいや、方法がないなどと新生探偵筆記はわらわも読んだ。古今東西のあらゆる怪談について熟練。もしここ最近の娯楽小説の中でそれを上回る作品がなければその勢いを止めることも難しいはずじゃ。そう、流行にとって変わるのはつまりわらわたちで新たな人気娯楽小説を正々堂々と売り上げで相手を倒し人々の注目をこちら。それにこの方法を使えば新生探偵筆記のもた。ちょっと待った、娯楽小説を書くのかおいら。もちろん小説は一朝一夕で書けるようなもの。さっきも言ったが作るのはわらわたちじゃ。とにかく
八重堂が主催する小説の公募もまだし、一通り情報が揃ったら右遊亭にご。娯楽小説が売れる挿絵を入れる場所、その内容、どの絵師に書かせるかなど、挿絵が良ければ悪い点を補うことだってできるんだ。挿絵のために娯楽小説を買うという言葉だってあるほどだ。新生鍛錬筆記も挿絵がとても良かった。今までに見たことないが、僕は昔から娯楽小説を読むのが好きでね、奇抜な発想で書かれた幻想譚とか、見たこともない設定を盛り込んだもの、ただ近年の作品はどれも似たようなものばかりなんだ。な、最近だと新生鍛錬筆記くらいしか面白いものはなかったかな。話はもちろんのこと、描写がすごく細かいんだ。まるでさ、俺に言わせれば、娯楽小説に求める点はただ一言で表う。従来の物語だと主人公がゆっくりと成長していき、別れや失望の中で強くなっていく。確かに今稲妻で流行っている新生鍛錬筆記は最初から主人公が強くてね、読んでいてとても。物語の主人公は陽子で、呪文や秘宝を熟知しているだけでなく、書画や茶道にも精通している。娯楽小説が好きな人たちっていろんなこだわりがあるんだな。今聞いた話をミコにも伝えよう。ふむ、来たか。まずは何時らには、この二人は何時らも知っておるな。純吉と茂、茂は経験豊富な編集者じゃ。そしてそやつと組んでおるのが作家の純吉。ここ最近いい作品が書けずに悩んでおる。里見は八重堂の主力作家じゃ。複数の筆名を使い分け、我らで小説を書き上げ、新生鍛錬筆記を打倒する。なるほど、そういうことだったのか。なら次は何時らの集めてきた読者が求める作品。ふむ、見たこともない設定、展開の早い物語、綺麗な。じゃがそれよりも重要なのが作品に描かれる原。だんだん分かってきたけど、結局どうやって書けばいいんだ。見たこともない設定って言われても、どんな設定にすればいいかわからないぞ。その言葉を理解する前に、まずは自分の例えば新生鍛錬筆記、わらわにとっては陽子など知り尽くしておるものじゃ。わっぱよ、何時は旅人として稲妻の人々が知ら。そういうこと。じゃあモンドとリーユへのことで何か思いつかないか。でもそれだと新生鍛錬筆記と違う感じの小説になっちゃうけど大丈夫。問題ない。何も新生鍛錬筆記と争うことだけを考える。それが面白いものであればここにいるせ。よし、じゃあまず第一章の内容から考えようぜ。何かいいアイディアはあるか？おい、そんな
ふむ、100点満点中90点じゃね。異世界で空飛ぶ非常食とは一体どんな味でどう調理するのじゃろうな。こういった物語の始まりは読者の興味を引くことができる。おい、悪くないな、わっぱよ。自らの経験のみだけでなく、どうやら何時も皆はどう思う？これらの考えから。はい、大丈夫だと思います。ならよい。第一章はこれで進めるとしよう。次は第二章じゃ。まだ続けるのか。読者というのは読むのが早いんじゃ。苦労して人気を得ても続きが出なければすぐに。じゃからほれ、第二章を作るぞ。それに里美も待って。どうしたんだ、眉間にシワが寄ってるけど。はあ、初心者ならではの発想で良い案がまだまだ出てくるかと思う。どういうことだ。これはスランプという名の魔王じゃ。突如として現れる障害。なんとなく。こういう時はおいし天使よ、油揚げを一つ、それとこやつらに串焼きを。安心せ、わらわのおごりじゃ。おごり？そういえば。当然じゃ、創作に参加した全員に。やったー、よし、早くスランプ。お、何かひらめいたのか。部活動が盛んなリーユエ学院、新入生である主人公は数々、料理部、建築部、工場部、ココナッツミルク研究部。4人の新入生で結成されたロック部は熱き夢と共に未来へと。おお、これいいな。ふむ、わらわの評価は旧王道である青春と友情のものが。特にこの部長の設定が良い、この型破りな性格。よし、これで里美も物語が書けるじゃろう。お任せください、八重様。第三章は稲妻の物語を書くぞ。この章はわらわが手伝おう。メガリレーや抵抗軍を参考にしても良いじゃろうな。何か案はあるか。ふむ、何時にぴったりな物語じゃな。大丈夫じゃ、稲妻で起きたことならば少し現実味を加えた方が。じゃが、わらわが何時にお守りを授けたと。不思議な狐お姉さんは主人公に願いを叶えるおまじないを教え、主人公。おい、それって神聖探偵筆記の。そうとも言える。主人公が呪文を唱えるところは。でもこれで大丈夫なのか。内容はこれで問題ない。じゃが、絵師に連絡して挿絵を描いてもらおう。無論、彼女は月刊漢字に設けてある読者質問欄の背。皆が創作しておる間、何時はしばし休むとよい。それと、ようこそ、中心から私に言ってちょうだい。普段ひなさんは推薦文を書かないのですが、
宮司さん、実は最近ひなさんの人気がますます高くなっているんです。しかしひなさん本人はそれらに興味を示さず、いつもどただそこが皆さんに好かれる理由でもあるのでしょう。お二方の娯楽小説が売れて、我々八重堂の売上記録を更新し、おう頑張るぜ。それではこちらの作品を提出ということでよろしいでしょうか。署名は旅人の奇妙な冒険。変な筆名。多分巫女がつけたんだ。何もおかしなところなどないじゃろう。わらわたち。では至急こちらを印刷し、稲妻各地で試験販売をいたします。具体的な売り上げは3日後にお伝えできるかと。どうしよう、おいら緊張してきたぞ。その通り。自分の作品に自信を持ってこそ娯楽小説作家というものじゃ。あなた方の登録は済みました。3日後に結果を確認しに来て、ご応募ありがとうございました。皆様の小説が売れることを祈って。